はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、冷静天皇の時代によった安和の変というのがあります。はい、安和の変という風になるんです。まあ、村上天皇の天略の地が行われて冷静天皇の時代に入りましたということなんですけども、ここで安和の変というのが起こります。まあ、これが決定的な出来事ということになるんですけど、安和の変でですね、左大臣の源高明、合ってたっけ、あってね、はい、源高明、はい、高明って呼んじゃうんですね、私。はい、源高明、安和の変ということになるんで、この左大臣の源高明を何らかの理由をつけて、要するに左遷してしまうということなんですね。つまり、これ、どういうことかっていうことになるんですけど、もう実力を持っていたとしても、お前ら偉くなれねえからってことなんですよ。要は、藤原氏の要するに摂関政治の基本となってくるわけなんですけど、ここから。つまり、藤原氏がもう要するに全部の実権握ってるから、実力があるとか、ないとか、関係なく左遷するからっていう、これがもう決定的な出来事になってるということで、この安和の変と、いうのがあったわけです。じゃあこの安和の変以降一体どういう政治体制で回っていったのかってことを次回以降見ていきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。